皆さんこんにちは。2024年6月のある日、日本に約1ヶ月の滞在を終えてセブンに戻ります。日本の運転免許更新で更新講習が予約制になり、3週間も待たされて更新が済み、今日セブンに戻ります。ついでにカメラの機材を選んだり、食材の買い込みもあり、1ヶ月はすぐに経ちました。しかしセブ橋の預け入れ荷物の追加20キロがバッグ1つのみに変更されてしまい、慌てて入れ替えた機内持ち込み7キロに味噌が2キロ入ったまま忘れて検査で放棄しました。検査で引っかかってしまったとはいえ、大切な味噌2キロの放棄は大変残念でした。バンタヤン。今日のセブパシ成田セブは8割以上の搭乗率です。セブのターミナル2到着エリアに犬がいました。もしや麻薬探知犬なのかなと思いきや、ただの迷い犬が入ってきただけで、なんともまあ緩いセキュリティで野良犬も堂々と到着エリアにいるんだよね。はい、ただいま帰りました。雨が降っていたのか、もわっとして暑苦しい気温です。いつもの通り白タクシーでアパートに向かいます。コロナ問題以降、セブのぼったくり白タクシーがなくなり、以前より安い料金で気楽に普通に白タクシーが乗れるようになりました。セキュリティがタクシーのボディナンバーを記入し、問題があった場合の連絡先が記載された紙を渡してくれます。白タクシー初乗り40ペソスタート。以前と変わらず、ガソリンが値上がり、ジプニーも値上がりしたのに、タクシーが安く利用できるようになり、少しは嬉しい出来事になりましたね。このタクシーもコロナ前より70ペソも安くアパートに行けました。アパートについて買い物に出かけます。たった1ヶ月の不在なのに、近所に新しい店がオープンしていました。バランガイの世話役のサリサリが軽食居酒屋を始めていました。いつもいろいろ教えてくれるバランガイの世話役です。私が好きな酒のつまみ、ギナボット、豚の小腸の唐揚げ。最近になりハイウェイ沿いに置かれ始めたダストボックス。これで多少はゴミが片付くのかな。ここも新しくオープンしたアンリミテッド99ペソ。何がアンリミテッドなんだろう。
プレート焼き、コンボミールのジャワライスとグレービーソースがアンリミテッド。ターメリックライスとソースがおかわり自由と言われてもね。右下のとんかつライス139ペソ、なんか気になるね。お、豚の脂身と野菜を炒めたシシグ99ペソ、うまそうだね。いつも買い物に来る近所の交差点、ここはいつも通り。お、なんかうまそうな野菜のスープ、これ買おう。はい、またセブの暮らしに戻りました。